小林正観さん小冊子幸せな宇宙論第3回眉毛。眉毛が急角度で上がり、戦闘的な顔つきに。こんな不思議なことがありました。講演会の後、次のような質問をしてきた人がいました。正観さん、正観さんはいつも幸不幸は宇宙的に存在しない、そう思う心があるだけだと言っていますよね。そう思いたいんですが、私は毎日のように夫に殴られ、暴力を振るわれています。先日は刃物まで持ち出され、殺されるかと思いました。そういう暴力的な夫でも受け入れなければならないんですか？家庭内暴力というわけです。刃物までということになると命に関わりますね。行政でそういうのを救ってくれる機関もあるようですが、そういうところに相談するとか離婚するとかはできないんですか？切れやすい人なので、そんなことをしたらどんなことになるか分かりません。ものすごく怒って、もっとひどいことになると思います。怖くて毎日が恐怖です。相談の範囲を超えています。専門的な機関や弁護士の力を借りなければなりません。そのように申し上げました。ただふと思ったことがありました。その方の顔の表情です。表情が随分きついのです。数秒お顔を拝見して気がつきました。眉毛が45度くらいの角度で上がっています。ものすごく戦闘的な顔になっています。暴力を振るう夫の方に全面的に責任があるのですが、とりあえず今日を生き延びる方法を考えなくてはいけませんね。眉が随分きつい気がするのですが、その眉を水平にすることはできませんか？そんなことで解決するわけがないとその方は主張されました。解決できるかどうかは別として、周りの人に戦闘的、攻撃的な印象を与えているように思えました。眉毛の形を変えると相手の態度が変わる。女性で眉毛を全部剃ってしまってかき眉にしている人は少なくありません。化粧品の販売を仕事にしている人、いわゆる美容部員という方、何人かから話を聞いたことがあるのですが、まず最初に教わるのが眉なのだそうです。眉を剃って形を整えることが必要なのだそうです。しかしその教え方が問題です。まず眉をぎゅっと上げて描き、3分の2くらいは上げて描いて、3分の1くらいは下げると教わったとか。つまりへの字に描くということになります。その形だと印象としては随分戦闘的、攻撃的な感じです。もともと眉毛は額の汗を目に入れないためのものでした。濃くて太い眉毛は額の汗を目に入れないように発達しました。額に汗をかく人ほど、つまり働き者ほど眉毛は濃くなり太くなったのです。人相学的に言うと、濃くて太い眉毛の人は働き者、生まれついて細く薄い眉毛の人は外仕事にあまり向いていない、汗をあまりかかない家系だったということになります。ですからお見合いの時には、太い眉毛を剃ってかき眉というよりは、濃くて太い眉毛そのままの方が働き者としての印象を深めます。当然のことながら、そういう役割の結果として眉毛が内側に角度を持つ、集めた汗を鼻の方に集めて流すということはありませんでした。眉毛が外側に傾く、集めた汗を顔の外側に流すということがあったにしても、内側に傾くことはほとんど考えられないことです。ですから内側から外に向かって急角度で上がっている眉毛というのは自然界には存在しません。
眉毛をいじっていない自然のままの眉毛を見ていただくといいのですが、男性の眉毛は基本的に自然のままであるがゆえにほとんど水平です。時代劇や現代ドラマの男の主人公の眉毛はほとんど急角度で内側から外側に上がっています。これはより男らしさを強調するためのかき眉ですから、自然界の眉毛ではありません。だいたい分かっていただけたでしょうか。暴力的な夫に責任がなく、きつい眉毛を描いている妻だけに責任があるんだと言っているのではありません。とりあえず緊急避難的に今すぐできることという意味で言ったのです。3ヶ月後その方が再び現れました。ずいぶん穏やかな顔になっています。眉の角度が変わっていた、水平になっていたということもありますが、実はこういうことでした。あの日以来眉毛の描き方を変えたんです。そうしたらあれから3ヶ月経った今日まで一度も殴られていないんです。奇跡です。こんなに簡単なことで夫が本当に変わりました。怒鳴ることも少なくなって、まるで別人です。この話は誤解される恐れがあります。何回も言いますが、夫の方は全く悪くなくて、眉毛をきつく描いていた妻の方が悪いんだと言っているのではありません。本来は暴力を振るう夫に非があるのであって、殴られる方に非があるんだと言っているのではありません。非や責任を論じているのではなくて、とりあえず今日や今夜をどう生き延びるかという話です。弁護士を立てるなどの根治的な解決も必要な場合があるでしょう。別の講演会で、職場で上司からいつもきついことばかり言われているのですが、眉毛がきつすぎると思います。もっと水平に柔らかい感じに描いたらどうですか。親から小言ばかり言われてうんざりしています。眉毛がきつすぎると思います。兄弟仲が悪く喧嘩ばかりしているのですが、眉毛がきつすぎると思います。近所との折り合いが悪いんです。眉毛がきつすぎると思います。眉毛を水平に柔らかく描くことで解決する問題がたくさんありそうです。